どうも、ゆうさです。はい、さあ、シリハピ、まあ、ぼちぼち溜まってきたんで、一回一気にガッと聞きたいと思います。こんだけね、13から零式まで、まあ、零式から順番に聞こうかな。はい、行こうと思います。まあ、欲しいのいっぱいあるけど、まあ、シリハピでいつも言うんですけど、やっぱチェイン欲しいです。チェイン難民なんで、チェインが、基本的にはチェインが欲しい。まあ、チェイン入ってるシリーズに関しては。と思ってます。もう1個でも出りゃ嬉しいぐらいの感じですね。まあ、皆さんもそうでしょうけど。さあ、行こう。霊式はどうやろう。キング超絶とかですか、大当たりは。になるんですかね。はい、ミラボありがとうございます。いや、来るよ、これ。あるなぁ。あるよ。ほんまに。ざす、かぶりあざす。はい、いきなりのミラボかぶりありがとうございます。コンバートベノム、まあ、強いけど、めちゃくちゃ強いですけど、てかこれね、この装備ね、武器としてすごい、装備として優秀なんですよ。精神めちゃくちゃ高いから、まあまあいいんですけど、精神がすごい高い探検っていう感じ。あ、杖より高いんで普通にすごいです。さあ、タクティクス、この辺りから、まあ、チェインもね、視野に入れていきましょうか。カブリは嫌だな。ミラーボミラーボ、ミラーボ、いいね、いいね。まあ、ミラーボはいいんですよ。かぶらなければということなんですよ。ふっ、あ、かぶってない、かぶってない。これ何、モンブラン、モンブラン、誰やねお前は。お、敵単体に10回連続の強力な炎、氷、雷属性、魔法攻撃、高魔防、魔防精神を一定時間ダウン、味方全体にプロシェル。ほうほう、なんか面白いのが出た。攻撃しつつプロシェルかけるんや。へえへえって感じですね。まあでも嬉しいです。新規です。新規です。はい。モンブランなんて全然、多分レベル1ですよ。はい。さあ次行こう。フィフティーン。フィフティーン。音楽かっこいい。ミラボ、ミラボ？ミラボはなし。はい。いや、結構ここ欲しいですよ。まあ、フィフティーン薄いんで、持ってないキャラに必殺とか。あー、見たことあるなー、これは見たことある。かぶりっぽい。あー、プロンプトのレゼマテですね。すいません、画面が止まっとるけど、これは機構シャビリティ使用時に低確率でもいかないです。これ持ってます、かぶり。はい、んー、なんかバーストとか欲しかったなー。はい、さあ次行こう。今んとこまあまあ3つとも外れかな、現状は。よいしょー。はい、ここはね、正直回復浅いラムとかが欲しい。ありがとうございます、炎強化、炎強化杖ありがとうございます。多分かぶりです。はい、パパさんのバースト、これもらったやつですね。はい、かぶっております。いやー、ハッピーにならんな、本当にハッピーな。前回もノーハッピーやったんですけど、今回も相変わらずハッピーになりませんね。ふん、はい、お、2個出た、珍しい。ハッピーの予感、ハッピーの予感よ。ライトニング、いやでもこれかぶりじゃないな。お、おおおおおおお、まあとりあえず、とりあえず、おお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 、まあとりあえずですね、ライトさんの、あー、これは嬉しいな。レゼマテ、低確率2連のやつ、あー、ちょっと嬉しいですね、これは。で、排水インドミタブル、何、なんかインドメタシーみたいな。レゼマテ、スノーのレゼマテ、自由な生き様、バトル開始にヘイスト&自身の待機時間を1ターンなしにする。いいやん、いいやん。まあ、スノーはファースト以上持ってないけど、まあでもレゼマテは
言うて腐らない感じするんで、はい、まあまあ絶妙な当たりレベルですけど、はい、まあこんな感じでした。とりあえず今出てるものは全部終わりかな。またある程度行ったらガチャ引きたいと思います。見ていただいてありがとうございました。